子どもたちが登校する前の教室 ICT に詳しい先生に教わりながら授業の準備をしているのは6年1組担任の西久保先生はギガスクール構想の開始に先駆け2020年9月からクラウドと1人1台端末を導入した授業を始めました。 共有する1枚のスプレッドシートに全員でコメントを入れたり各自でスライドを作り班のみんなにプレゼンテーションをしたり子どもたちに教わる気持ちで試行錯誤を繰り返していましたそれから1年やっぱ自分に余裕ができたっていうのが大きいかなって思ってて。やっぱそれは とにかくやっぱその使うように自分が意識して使ってきてたのでそれで自分が使えるようになってあじゃあ子どもにも使わせてみようとかあじゃあこの授業ではこのアプリ使ってみようというふうになったんじゃないかなと今では思います西久保先生の授業はどののよううに進化したのでしたでょうかその姿を紹介します。 この日の国語は自分が大切にしたい言葉をみんなに紹介する文章をすする授業です前回の授業でそれぞれが大切にしたい言葉を Google スライドにししました今日は友達とアドバイスを送り合いそれを参考により良い文章に直していく活動です。 子どもたちが活動を始める前に先生はコメントを送る時のルールを確認します必ず新たらしいい提案を入れてください先生一人しかいないので先生がアドバイスしていっても36人には到底追いつきませんただ36人が誰か一人にいると36個のアドバイスが来るかもしれませんもしかしたら。はい、では。 子どもたちは、Google Classroom からコメントを送りたい友達のスライドを選択します。そして、ルールに従ってコメントを送り合います。先生は自分の端末で、子どもたちのコメントをリアルタイムで確認しながらアドバイスを送ります。 例えば「何々をこうした方がいいんじゃないですか」っていう提案の仕方してる人何人かいますけどすごくいいですよそれ例えを出してくれるのすごくありがたいでしょお友達の意見とかがいっぱい知れた方がいいとか途中の過程が知りたい過程がすごく大事だっていう時には Chromebook を使おうかなとか共有できるっていうのが一番 魅力だなというふうに自分の中では思ったのでそこに使うようにな,なってきました今度は自分の文章に送られたコメントを読みますこちらの児童はもらったコメントにお礼の言葉を送っていますそれぞれの児童が友達のアドバイスを参考にして自分の文章を修正します完成した文章は クラウド上で先生に提出します ICT の活用当初から西小保学級を見てきた渡辺光博先生は子どもたちが書いた内容に対するあのお互いにこうアドバイスをし合ったりというようなことをやっていたので、まあ、すごく効果を考えながらですね活用できてるんじゃないかなというふうに思いました。 子どもたち黙も々もとこうコメントし合ってたんですけどああいう授業を見たときにこうなんか活発なあの授業じゃないんじゃないかっていうふうに見えるかもしれないんですけどあの実はこうクラウド上でですすごく子どもたちは活発に意見を交わわし合ってるわけですねコミュニケーションがすごく図られていてきっと対面でこう話し合う時よりもこう量も多いし質の高いようなあのコミュニケーションが取れてるんじゃないかなというふうに思いました。 命ですね。道徳の授業ではジャムボードを使うようにしています。道徳のジャムボードに命といえば、手のどのか書いてみてください。命で思いつくことを班ごとに共有するグーグルジャムボードに書き出します。教室の縦一列が一つの班ですが、活動は自分の席で進めます。 一人一人の考えをクラス全員で共有したら今度は命命のの大切さやつつながりにいいて話し合います友達の意見を知り話し合うことで自分の考えを深めていくことができるのですなるほど、ね、授業の最後に書いたある班のジャムボードです。はじめは「命は一つしかないもの」。 大大切なものという意見がが半でしたが受け継ぐもの相手や子孫のために大切にするなど自分以外の人への視点が増えています道徳の授業はその最初に考えてたことと授業で深めた後に考えたことっていうのが多分全然変わってくるっていうのが一番大きいと思うんですけどそれをこう全員分を ににみんなな見せるやり方がないかなっていうのを考えたんですよ、ね、あじゃあジャムボードで前半後半っていうのを全員書かせればスムーズに見せられるなっていうので最初使おうっていういいに思いましたツールを活用することに奔走している段階から学習効果を考えてツールを選ぶようになった西久保先生端末を使った授業の準備も変化したといいます これがあると本今もう10分ぐらい、今も多分10分15分ぐらいでも手辞しろはもう出来上がってその分余った時間授業のこう内容だったりとかその目当てとかまとめとかのそっちにこう集中できる自分がこういるのでなんか準備に時間がものすごくかかるんじゃなくて子どもがどう反応するんだろうとか子どもがどこが引っかかるんだろうっていう方に時間が取れるようになったっていうのは。 はい、非常に大きく変わったところだなと思います1年間の変化が最も表れている授業学級活動です係ごとに2学期の係活動を振り返り3学期の人に引き継ぐ引き継ぎ書を作ります話し合いの方法は自由。始める前に それぞれの利点や欠点を整理しますなかなかうちのができないなっていう人は入れません話し合いでも記録が残るのでどんなこと話し合ったっていうかが分かる残り2週間でできることこれはたくさんのアプリが使えると思いますでは何が使えますか使うツールもこれまで授業で使ってきたツールの中から子どもたち自身が判断して選びますまずどうするか決めて活動開始です こちらは並ばせ係集まって直接話をしながら代表者がスライドに意見をまとめることにしたようです学習係はチャットで話し合っています仲間に反省点について意見を求めていますそれを受けた子はいつも先生に言われてから調べていた。 と返事をしています。保険係は直接話をしながら、Google ドキュメントを仲間と共有して意見をまとめています。保険会社はね、自分たちで共有してますよ、共有した人たち。子供たちは自分たちで学び合い、他の人とファイルが共有できる共有機能を使いこなしていたのです。これを見た西久保先生は、私多分一。 多分共有ってところを押すと共有できるんだけどまあまだ難しいから無理やねみたいな話をしてパーって流してたんだと思うんですよ多分前に多分それを覚えてた何人かがあこれでできると思って多分やったんだと思うんですけどああいう本当びっくりですよね驚き実は他の係でも掲示係は Google スライドを共有していました。 チャットで進めている学習係は、google スプレッドシートで作った表を共有しています。さらに使い方がわからない仲間には Google ジャムボードで教えています。学級委員のグループ学級係は新聞を作ることになっています。1人が google フォームで新聞に載せるアンケートを作ります。 記事や写真を載せる学級新聞づくりでは Google サイトを使っていますい,い,い,いろいろなツールを使いこなして完成させた学級新聞そして引き継ぎ書です授業を受けた児童に感想を聞きましたしゃべる人だけがしゃべってしゃべるのが苦手な人はしゃべらないからあの チャットとかパソコンですると記録が残るから何をややったかかかりすすいからいいいらと思いますす、ね、ルールは子どもたちと一緒に作るっていうのはもう変わらずに一緒に作ってるんですけどやっぱその都度その都度やっぱ問題がやっぱ出るんですよねチャットの使い方でだったりとか今日やったのコメントの入れ方だったりとか問題が出たらもうラッキーぐらいの気持ちで「おなんで問題が出たな」と。 でってもうそんなの社会にはいっぱいあるのでそういう問題っていうのはだからこのクラスで出たんだったら多分子どもたちは自分のこととして考えられるだろうなと思って問題提起をしてルール作りをこうちょっとずつちょっとずつこう増やしていくっていうようには知ってます。ギガスクール構想が本格指導して1年、東北大学大学院教授堀田達也先生にこれからの授業作りのポイントを伺いました。 今は基本的な操作がある程度できる言われたらできる段階からそういう自分が持ってる ICT のスキルを使って次はこれやろうこのやり方じゃなくてこっちでやってみようみたいなことを子どもが自分で決めていく段階にこれから入っていくんだと思うんですね。 まず大体初期段階では例えばジャムボードの使い方を覚えたらこういうことをジャムボードでやりなさいって先生が指示すると思うんですね。指示すするるるからジジャャムムボボーードドをを経験するしジャムボードを覚えるんだとでそういう段階がいろんなあのツールごとにあってその後にやってくるのは今日はこれこれをやりますとどういうやり方でやるかは自分たちで決めましょう。こうなった時に 俺はジャムボードでやろうとか私はスライドでまとめたいとかその子のこだわりまとめ方へのこだわりアウトプットへのこだわりみたいなのが出てきますそう考えるとどういうふうに自分が問題を解決するかということも子ども自身が判断できるようにならないといけないんですねでもツール使えなければ判断しようがないしレパートリーが少なくなっちゃうのでいろんな ツールを体験させた次のフェーズはどれを使ってやるのどうしてそれを使ってやったのそれでうまくいったのいかないの次はどういうやり方でやってみたいのみたいなことをつまり問題解決の方法について子どもたちに先生が問い返してやるようなそういうことが授業の途中で大事になるところだと思いますね。